ちゃ足上げてるわ。ハーディー、大家好、我是 JSON セラ。淡水に引き続きいます。でですね、飯っす、飯。淡水でもうちょっと腹減っちゃって、今ね午後1時なんですけども、いろいろね見て回ってときめいてたらあっという間に時間過ぎちゃって、でまあ淡水で飯なんだけど、何食おうかなーっていろいろ考えてはいるんですが、まあここはね、細かく20元30元とかで細かくいくんじゃなくって、100元レベルでドンといくやつ、行ってみたいなと思います。で、淡水のこの水際の通りを歩いているといっぱいそれはあるんですけど、これですね、はい、花枝道、って書かれているお店ね、店先でそうイカの揚げたやつを、姿揚げをドンと売ってる、ここね、こういうところでちょっとイカ食ってみようかなって思います。さてどこがいいかなって感じなんだけど、隣にしようかな。いや、どこで食っても大体一緒だと思うけどね。どこであれ食っても大体一緒、同じだよ、同じ値段に差がない以上ほぼ一緒ですよね。だ、どうやらこの目立つね、このイカ目立つやつね。精力的にやってるところがいいよね。元気のある活気のあるところだって、呼び込んでくれたところでって感じにしちゃおうかしらねってたとこなんですが、さあどうしましょう、もうちょっと歩く。いやー、しかしこの淡水気に入ったね俺。ときめくものが、あの懐かしい感じでときめくものがねいっぱいありました。駄菓子屋さんがね結構あったんですよ、この淡水の老街ってところね。淡水ラオ街かな、駄菓子屋いっぱいあってね、その駄菓子屋にね、まあ、いわゆる駄菓子くじ、穴開けてさ、こうズボって穴開けてやる駄菓子くじってあるじゃないですか。あれ駄菓子屋くじときめくデザインいっぱいあったんすわ。めっちゃときめいた。さあで、この淡水老街の、老街じゃないか、ここは淡水のこの水際、まあ水際まで行けねえんだけどな、今工事中だね、再建工事って書いてあるね。余市的なシューティングギャラリーがいっぱいありますね。まあ いや、このね場所を、名刺イカ買うのはいいんだけど、どこで食えるのっていう感じではあるんだよな。食べ歩く感じになるのかね。ここにしちゃおうかしらね、イカの唐揚げね。イカの唐揚げか。こっちに抜けられる道もあるし、屋根もある程度あるっぽいし、その辺で行けるか。じゃあここで買うかな。あ、不好意思。我要这个。好，100。100。好，150。Yeah。好，稍等一下，待会儿现在给你。I can speak Chinese. Sorry. 多少钱？150。Yeah。OK, 100. Oh? 150. Yeah. 150. 200. 你要借吗？快点。No, cut. No.No.
増えましたね。これはい、ライラーというわけで、イカの姿揚げっすね。姿が見えへんけど、めっちゃ姿揚げいただきます。絶対うまいやつだよこれね。うん、硬い。でもうまい。うん、まあ味付いてねえ気がするけど。硬い。そして素材の味しかしない。うん、腹いっぱいにはなってるな。コミュニケーション不足でね、150元だったんですけど、50元のお釣りを取り逃しました。飲み込まれました、ね、200円マシって感じだったな。うん、まあまあまあ、でも、コミュニケーションさえしっかりできればちゃんと美味しい、イカが手に入りますので、なんだろうね、みんなさ、ディズニーランド行ったら、肉？スモークターキューレッグ食べたくなるでしょ？あの感じ。イカの姿フライ食いたくなっちゃうよねっていう感じですね。うん、お腹いっぱいにはなるしいいんじゃないかなと思います。というわけで、タンスというの飯はイカの姿フライでございました。さあ、とりあえずじゃあこの後は夕飯を探しながら、また夜市に向けてね、移動してみようと思います。謎は再建。